藤木菓子は、江戸時代、共作その他のために生活に困窮した農民を救済するために、領主が藤木、または金銭を貸し付けることである。農村から藤木菓子を願い出るときは、役人が出張して個別に、穀類、家財などの有無を調査し、農具のほか売り払うべき品物がなく、企活の切迫状態を正し、男性は1日米2合、麦4合の割合で、女性。 60歳以上15歳以下の男性は米1号麦2号の割合で30日間対応される。ただし大金菓子の場合があり、冬は10月、春は正月の壁相場で対応される。返納の年期は状況によって一定しないが、ご領所では無利息5家年付が普通であった。そのため、藤木菓子は農村にとっては非常に有利であるから、 ほんのわずかの強作であってもこれを願い出る者が増え、かえってその返納に苦しむ者が増える傾向があったから、教法18年9月、江戸幕府は大官を通じて、政権を加え、調査をより厳重なら占めた。しかし、農村の急望によって、しばしば返納期日は延長され、あるいは期延令されたこともある。例えば関園10年4月、江戸幕府は教法以来対をされた。 藤木前金で返納されていない分を全て免除した。以上は幕僚における事情で、資料においても、また藤木菓子は各地で主事の制度のもとに行われた。ありがとうございます。